鳥山石燕、今弱百鬼周囲より、メメレン。メメレンは、鳥山石燕の画集、今弱百鬼周囲にある日本の妖怪。家の障子に、無数の目が浮かび上がるというもの。荒れ果てた家の障子に、無数の目が浮かび上がった姿で描かれており、解説文によれば五内市の念が、五番に注がれ、さらに家全体に現れたものとある。妖怪漫画家。 水木シげるの次女、エツコは、中学時代の修学旅行先の京都府の旅館で、障子の格子に、目のようなものが浮かび上がって動き回る現象を、同級生たちと共に目撃しており、水木はそれを、メメレンだと語ったという。バーゲン作詞の例。妖怪研究家、村上賢治はこれを石炎の創作物と指摘している。一つ目の神である、一目レンの名が、目のたくさんある。 この妖怪、メメレンの名に関連しているとの指摘もある。また、日本テレビの生活情報番組、ところさんの目が点。での実験では、障子模様のイラストを箱に入れたところ、それを覗いた人々全員が、目玉が見えた、光る目が見えたなどと証言している。これは、目の錯覚の一種である、バーゲン作詞により、黒い線の交わる箇所が、目のように光って見える現象であり、 かつて月明かりに照らされた障子を見た人がメメレンだと思ったという可能性も示唆されている。山田のりおの著書、東北階段の旅には、障子の目と題し、江戸の商人が津軽へ材木を買いに行き、宿題がもったいないと言って、空き家に泊まったところ、障子に無数の目が現れたが、商人は恐れるどころかこれらの目を集めて持ち帰り、眼界に売り飛ばしたという話がある。 また、ある南部藩士が布団に入って寝ていたところ、足元に目玉が転がっており、その目からもう一つの目が生まれ、その繰り返しで周りが目玉でいっぱいになり、明くる朝には藩士自身の目がなくなっていたという話もあり、水木の書籍においてはメメレンの一種とされている。ありがとうございます。